伊勢定城伊勢定城天明4年5月28日は、江戸時代中期の旗本、伊勢流有職古実研究家。江戸幕府寄合、五古将組、茂氏。旗本、伊勢定松の次男、兄は、定鎮。子に娘。陽名は万助。通称は、兵庫、平蔵安在と合した。音読みで、定以上と呼ばれることもある。伊勢氏はもともと、 室町幕府満所出事の家柄であり、礼法に精通し、江戸幕府三大将軍、徳川家光の時に帝城の曽祖,祖父伊勢帝子が、召し出された。教法十一年、兄帝鎮が十三歳で溶接して、伊勢氏は一旦断絶したが、弟である帝城が十歳で、最高三百国を賜り寄り合いに加えられた。この時、十二歳と年齢を詐称している。 延長2年9月13日に28歳で、ご古庄組に番入り、儀式の終戦、将軍出向の随行などに当たった。定常は特に中世以来の武家を中心とした、制度、礼式、長度、器具、服飾などに詳しく武家古実の第一人者とされ、伊勢流中高の祖となった。天明4年3月致死し、麻布に隠居したが、5月28日に死去、去年67、 ただし、幕府には卒日は6月1日と届け出され、関西重修書家府には6月5日と記載されている。法名は、長保まれ、西久保大王子に葬る。家徳は婿養子定厚氏が病気を理由に辞退したため、佐田厚のこの伊勢佐田春が継承した。大吉寺に、諸像が残る。夕食古日に関する著書を数多く残し、平劇団、色奏、定常雑記、 定常家訓、安在随筆、安在雑行、安在小説、刀剣問答、軍用記、犬大物類教、雑書、武器交渉、鎧着用次第、包み屈図説、上々聞き書き定常書、浸透読語などがある。森王貝は、歌手本屋で、あまたの随筆類を読み尽くした後、伊勢定常の古実の書等に及ぶようになれば、歌手本文学も、卒業となると記している。 ありがとうございます。